ビートキッズは、風の牛尾が1998年7月に発表した子供向け小説、全2巻。また、ビートキッズシリーズの第1巻。2005年にビートキッズとして映画化された。第9回、ムクハトジュ児童文学賞、第38回、講談社児童文学新人賞、第36回、ノマ児童文芸新人賞受賞作。 だんじりのビートを心に持つ主人公、横山英二は同じ中学の吹奏楽部部長見識者兼ドラムメジャー兼パーカッション担当の菅野七尾にクラリネットの竹内望を通し入部するように言われる。その内容は1年生のパーカスが退部したため代わりに入部してほしいとのことだった。その1年のパーカスがいないため3年生の時に出る万博公演のドリルフェスティバルに出られない。 勧められ入部し、パーカッションのパートで、バスドラムを叩く、A2。だが7世の過去、父との関係などから悩むことになる。7尾が率いる、T 市中学校の吹奏楽部。本部のパーカッション A2 と、同じくパーカッションの7世については、主要人物を参考のこと特筆がない限り、吹奏楽部員は、女子生徒現太率いる、M 高校系音楽部にあるバインド。 本バンドのドラムの A2 については、主要人物を参考のこと、ビートキッズのタイトルで映画化。2005年6月4日公開。監督は、俳優としても活躍した、塩谷春。キャッチフレーズは、これが俺らの鼓動や年。ん。英二は、岸和田生まれ岸和田育ちの少年。岸和田といえば名物団り。昔団りの花形の大工方だった父を持つ、エ二には、 だんじりのビートを独り言で言うほどまでだんじりのリズムが体に備わっている。そんな英二は岸和田から転校することに。投稿中、いつものようにだんじりのビートをぶつぶつつぶやいていると、転校先の女子生徒に吹奏楽部へ来るように言われる。練習を見に行くだけの英二であったが、そこでは吹奏楽部をまとめる女生徒七尾によって強制的に入部させられ、バスドラムを叩くことに。 はじめはイヤイヤであったエイジであったが、七尾の自宅において、七尾のドラム演奏を見たエイジは、心から聞こえるダンジリのビートと演奏の迫力が、相重なって失神。エイジは、ドラムの繰り出すビートの虜となる。一方、七尾もエイジの上達の速さと、アホさ加減によって、エイジに、自身の辛い体験を話したり、口調が優しくなったりと変わっていく。 ある日七尾は英治に悪キ三人組を紹介する。その三人は英治たちの高校で問題を起こし、定額処分明けになったばかり。しかし、この三人は定額中に七尾の手引きにより、ロックに目覚め、バンドを組んでいた。すぐに、意気投合した英治は彼らのバンドのドラム担当になり、ビートキッズを結成する。一年もすると、 ビートキッズはエイジたちの高校文化祭イベントの大取りを任されるほどの知名度、人気、実力があった。そんな時、あるきっかけでバンド、ブラックフェニックスがエイジを一回だけ貸してほしいという話をビートキッズに持ち出す。なりゆき上、断れないエイジは、スケットとして出ることを決める。しかし、ブラックフェニックスのイベントと文化祭は同じ日。つまり、 ダブルブッキングである。主人公、エイジ役とエイジが組んだバンド、ビートキッズのメンバーは、実際に音楽活動をしていたバンド、ハングリーデイズのメンバーである。これは、事前に行われた全国規模の主人公募集オーディションにより選ばれたものである。本作品の主題歌、キドアイラクやビートキッズが演奏している曲は、ハングリーデイズの歌であり、作詞、 作曲も彼らでやったものである。アイブさは様々な楽器を演奏できる天才少女ヒロインの七尾役を演じた。ドラムやピアノを演奏しているシーンがあるが、これはアイブ本人の演奏であり、迫力あるドラム裁きは本作品の見どころである。なお、本作はすべて役者が演奏している。この映画の舞台である大阪府と岸和田市はこの映画に 全面協力している。だんじり祭りのシーンではだんじりから衣装まで、実際の岸和田だんじり祭りのものである。出演者にはピアノを弾く、音楽教師役を大阪府知事の太田夫へ、ピアノに合わせて歌う、生徒役を大阪府立春日級高校音楽部、大阪に、本社のある、吉本工業から盆地おさむや陣内とものりなどが出演している。 また全国でも吹奏楽において何度も優勝したことのある大阪府立淀川工業高校が劇中のマーチングシーンに出演している。ロケ地も大阪城公園、舞島アリーナなどの名所が使われた。ビートキッズに関するカテゴリー。ありがとうございます。